ってきました。改めまして皆さん、やりました、どうもー、決勝です。いやー、テンション爆上がりで、さすがの私も疲れました宿に戻ってきてすぐに寝たいぐらいなんですけれども、少し試合のレビュー振り返りをしておきましょう。ただスペインサポーターに囲まれながらも、試合中はちゃんとこういう形で小さいメモ帳にメモりながら試合を見ておりましたので、両隣の、おじさんたちから、こいつ何してるんだというような形で見られておりましたけれども、いや本当にまたスペインサッカー界の歴史に1ページを刻む、今回の、ユーロ2024の決勝進出となりました。まあ決勝で、どういう結果になろうが、敗れようが、今回のスペイン代表、本当に素晴らしい歴史的なチームとして今後ね、スペインサッカー界で語り継がれていくと思いますし、なんといってもこのフランス戦で大会初ゴールを生み出しましたラミン・ヤマル、今週末に17歳の誕生日を迎えますけれども、まだ16歳ですから、16歳の坊やが、スペインでいう中学4年生が見事にやってくれましたあんなゴラストを決めてくれると思ってなかったので、ちょっとびっくりしましたけれども、まあ試合開始早々9分にエンバペのクロスで、コロモヤニに決められてしまって、ちょっと悪い流れプラスね、すぐにヘスナバスもイエローカードもらってしまいましたので、どうしますかね、スペイン代表、ちょっと2点目取られるときついぞというような展開の中で、ゼロから無から、本当にね、理不尽ゴールをラミン・ヤマル16歳が決めてくれました。まあしかも対峙した相手がラビオですから、気持ちよかったですね。試合前日にラビオは、ヤマルに対して、まあ決勝に行きたいんだったら、もうちょっと、活躍しなさいよ坊やというニュアンスのコメントを残しましたので、見事にヤマルは、プレーでゴラストでラビオにお返しをしたという意味では、スペイン代表、それからスペインサポーターにとってはね、痛快なゴラストとなりましたけれども、そのゴール直後の25分にも、ダニ・オルモの見事なコントロールからの、右足一線、まあ、組んでのオンゴールかなと思いましたけれども、公式記録は、ダニ・オルモのゴールとなりましたが、よかったですね。まあ、そして今日に関して言うと、試合終盤の交代カードの切り方、ルイス・デラ・フエンテ監督、非常に良かったなと。まあ、本当にここに来て、ペドリが怪我ですし、まあ、サスペンションでこの試合、カルバハラ・ルナルバンがいない中で、まあ、まずは、イエローカードもらっていたナバス、まあ、イエローカードもらっていましたけれども、その前に怪我ということで、ビビアンが代わって入って、ナチョを右サイドバックに、スライドさせて、ビビアンがね、センターバックで非常に安定してました。まあ本当に昨シーズン何度も言ってますけれども、アトレティッククルブで、イニゴ・マルティネスがバルサに移籍してからの、ディフェンスリーダーとして本当に、昨シーズン素晴らしい、個人的なラリーガのベストイレブンにセンターバックとして入れるなというようなビビアンの、活躍でしたので、信頼はしてましたけれども、この試合でもよくやってくれました。まあそして76分に、疲れの見えたモラタ・ダニオルモを下げて、オヤルサバルとミケル・メリーノを入れてね、準々決勝の、ドイツ戦同様に、まあ彼ら2人が入ると、まあ、本当に前線でチェイシングを追い回してくれますから、オヤルサバル・メリーノの、ハイプレスで非常に、後方の選手にとっては守備面で助かったと思いますし、まあそこまで献身的に追ってくれると、いやそれは助かりますよねというところありますが、まあただ先発したモラタも今日は感動的なぐらいに、守備でもハードワークしてくれました。まあちょうどスペインでは試合前日に一般紙のインタビューでモラタが、スペイン国内では本当にプレーしにくいと、スペイン国内では僕のことをリスペクトしてくれないので、スペイン国外の方が、プレーしやすいというね、まあちょっと悲しい、今のスペイン代表を引っ張る、キャプテンリーダーですから、まあそういうリーダーにそういう思いをさせているという意味では、いろいろね、試合前日にもかかわらず、議論がね、巻き起こりましたけれども、いや、本当に、今日のもらった、得点こそなかったですけれども、前線でのポストワーク含めて、魂を見せていただきました。まあ、そしてグループステージ突破して以降は、ヤマル、ニコ・ウィリアムスの両翼、どうしても、相手に警戒されて、封じられてしまいますので、まあ、そうなった時には、サイドでダイナミックに、ぶち抜いてのクロスというような攻撃ではなく、まあ本当に今のスペイン代表ロドリとファビアン・ルイスの、ドブレピボーテが凄まじいレベルですね。まあ今日もちょっと感動的でした。二人がいるとこんなにサッカーの質が高まるのかというぐらいに、スパンスパンとライン間で、そしてね、相手選手のゲートで受けながら、球を配球してましたし、後半のフランスも、ハイプレスをかけてくるようなことはなかったですし、あまり守備面で出力を上げれなかったんですけれども、それでもデシャン監督が交代カードを切りながらフレッシュな選手が入りましたから、前がかりに出てきたところをね、ひっくり返して、パンスパンパスをね、ロドリ・ファビアンが通してくれていましたので、いやー、頼もしかったですし、気持ちよかったですね。まあ、そしてディフェンスラインでも、ラポルテ、非常に良かったですね。まあ、守備面でも安定していましたし、まあ、今大会の彼のビルドアップ、配球の質の高さ、大会開幕前は、まあ、ちょっとね、調整の遅れもありましたし、まあ、中東サウジアラビアでプレーしているので、レベルの低下みたいなことを、話してましたけれども、ごめんなさいと、もう謝っておきます。それぐらいにラポルテ素晴らしいです。そして立ち上がりから、
ね、ドイツ人サポーターも多かったので、まあ、私の隣の、ドイツ人のおっちゃんも、ククレジャがボールを持つとブーイングをずっとしてましたけれども。ククレジャのブーイングがすごいです。まあ、おそらく準々決勝ドイツ戦の、まあ、あのハンドの、ところでね、ククレジャが関わってましたので、まあ、それに対する怒りという意味で標的にされてしまったんだと思いますけれども、まあ、そういう中でも、ブーイングがね、かなり怒っていた中でも逆にスペイン人サポーターはクックークレジャ、クックークレジャとね、相当にククレジャコールをしていましたので、今日は謝るよりもククレジャコールのボルテージ高かったですよ。最終的にデラフェンテ監督、準々決勝ドイツ戦の教訓を生かして、ヤマル2個、相手がね、前がかりに出てくるところをね、ひっくり返す両ウィング、まあ彼らを変えてしまうと、まあドイツ戦はフェラントーレスやオヤルサバルがかなりボールをロストして、カウンターを打てずに防戦一方になりましたので、ヤマル2個というね、両翼、スペイン代表の強みを維持保持しながらうまく戦ったんじゃないかなという意味でも、最大の勝因はルイス・デラフェンテ監督の、采配と、人選ということになるんじゃないかなと個人的には思っています。ということで、本当に急遽ドルトムントから、電車で片道6時間移動で、来た甲斐があったなと、ミュンヘンで素晴らしい夜を過ごすことができました。スタジアム周りでたくさん、写真や動画もね撮りましたので、また改めて、時間を作って皆さんに、動画コンテンツを出したいなと思っておりますけれども、今日はもう1時も回って、遅いですし、また明日の朝、収録ありますのでこの辺にしておきます。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で、そして、決勝ベルリンも私現地で観戦できます。ありがとうございます。ファーモー嬉しいということで、ここまで来たらスペイン代表優勝しましょう。アサラプロクシマアポレジョースオレアポレジョースオレ。